はい、どうも皆さんこんにちは。さあ今私がおりますのは仙台市地下鉄南北線北の終着駅泉中央駅、ちょうどこちら1番線ホーム停車中の列車は現在南北線で使われている車両 1000NK だったかな。本日はね祝日の月曜日でございまして、で、まあ、本日なんですけどね、なんかどうやらこの後2番線に回送列車来るらしくて、ワンチャン仙台市地下鉄の新型車両来るんじゃないかなと思いましてやってまいりました。なんかね明らかに普段と違うね回送列車の表示が出ていたんで、何来るんだろうなっていうことで、はい、その様子を、はい、お届けしたいと思います。さあ放送が鳴りましたよ。何来るんだ、こんな放送初めて聞いたよな。何だ、おすげえこれか、おーこれが、おえすげえ初めて見たよ。最新型車両3000系です。いやーこれが最新型車両ね。線路の幅とかは何も変わらないんですけど、こっちに止まっているのが旧型の、ね、現在走っている 1000NK、 こっちがね新型の3000系です。顔つき見てみるとなんか随分なんかちょっと横顔な感じなんですか、このなんかライト周りとか、ね、テールランプとかも含めて、うん、なんかちょっと長方形なのかなって感じがします。ね、1000NK のヘッドライトとか見るとなんかちょっと正方形ってわけじゃないけど、なんかね少し四角なのかなって感じはしますが、こっちやっぱね見るとねなんか長方形なんじゃないかなっていう感じがします。車両はなんか全体的に銀塗装なのかな、旧型がクリーム塗装ってわけじゃないけど、なんかちょっとそんな感じしません、イメージ的にね。車内は、まあ、遠目から見るとこんな感じで、座席はこれは6人掛けの座席なんだな。手すりがそれぞれ、はい、2つごとに手すりがついている感じ。真ん中にこのような形で柱というかね、柱じゃねえな、窓枠かな。この窓枠が真ん中にあるのは個人的にはありがたいですね。なんかたまにね座席が6つじゃなくて7人掛けの時とかって、ちょうどこの真ん中の座席にこの窓枠が来るとねちょっと背中に当たるんですよ。ただ旧型の車両は一応詰めれば確かね7人は座れるんですけど、この車両に関しても完全に6人掛けって感じで座席が作られている感じですね。優先席の方に関しては3人掛けの座席となってるのかな。もうすぐ出るんじゃないかなこの列車で、ここからね また多分大体30分ぐらいかけて富山まで戻ることに。で扉に関しては1つの車両に扉が全部で4つずつありますので、旧型と同じような感じ。車両の長さも多分変わらないんじゃないかな。車両の高さとかを含めてもね、旧型がこちらですけどそんなに変わんないのかな。扉の大きさもそんなに変わらない感じなのかな。で、ね、問題はこの新型車両がね、どのタイミングで営業に入るんだろうってものすごく思うんですけど、なんか一応今年の秋から営業開始っていうのは出てるんですけど、今年の秋って広すぎません？もうそろそろ発表されてもよくないですか。だってもうね、もう9月中旬ですから10月にデビューするのか11月にデビューするのかでも全然違うじゃないですか。で11月はまだ一応秋に入るんですかね。12月はもうさすがに冬でしょ。だから10月か11月なんですかね。まあ期間的になんかちょっとね落ち着くんだったら11月にデビューみたいな感じもなんか考えられなくはないですけど、ね、最新型の車両ね、これまだ1編成しかないので走り出したらね、ぜひ乗ってみたいなと思います。優先席の場所とかに関しても旧型と同じ場所に設置されてるんだな。ちょうど今こちらが2号車と3号車のあたりですけど、ね、ほらこちらがちょっと見にくいですけど旧型のねパンタグラフ、新型のパンタグラフがついているのは2号車なんだな。
2号車の一番前と一番後ろ側、第1扉と第4扉のちょっと上のあたりにそれぞれ設置されています。車内は首都圏でよく見るようなこのディスプレイですよ。次の駅まで何分かかりますよみたいな、なんか表示あたこ橋になってますけどね、泉中央じゃなくてあたこ橋になってる。もうちょっとで多分一番線出発するんで、とりあえずちょっと一回車両乗りますね。とりあえず仙台駅方面まで戻ります。この列車がねどのタイミングで出発するかわからないんですけど、さあ出発していきます。富澤行きの列車、反対側には泉中央行きの列車が到着です。そう、出発するとね大体もうホーム人少なくなるんですけど、ただ本数がそこまで多いわけではありませんので結構混雑する感じです。さあね、さっき15分ぐらい前に泉中央駅で見た3000系がまだ戻ってきました。今後はね、すべてこの列車に変わりますので、その時を楽しみに待ちたいと思います。加速すごいな。なんかめっちゃ加速速くないですか。あんなに加速速いの。まあなんかね、まあ、僕にはそんな感じに感じられましたが、まあ、少なくともまあ今年度中にね、あの新型車両デビューすると思いますので、ぜひね、はい、まあどっかしらのタイミングで僕も新型車両ね乗りに行けたらと思っております。ではそんなわけで本日の動画は少し簡単ではありましたが、新型車両3000系の様子を少しだけご紹介させていただきました。動画ご視聴ありがとうございました。